おはようございます、下國信です。最近グルテンフリーダイエットが流行ってますよね。そこで今回は米粉でヘルシーかついろいろな料理に使える生地を紹介します。その名もじゃがもち万能生地です。使う食材はとってもシンプル。たったこれだけで餃子の皮やクッキーなど万能な生地に早変わりしちゃいます。まずじゃがいもです。じゃがいもはこれめちゃくちゃ綺麗に洗ったじゃがいもになってます。じゃがいもを丸ごと1個すりおろします。香ばしい香りをつけるために皮ごとすりおろすのが下國流ポイント。まあちょっとじゃがいもすりおろしたら本当に早めに色変わっちゃうんで、ちょっとパッパッパッと手早くやっちゃいましょうか。すりおろしたじゃがいもの中にお水、塩、てんさい糖を入れ軽く混ぜます。そこにで先ほどのじゃがいも同量の米粉です。米粉1対1対1って感じですかね。お水とじゃがいもと米粉がでこれもよく混ぜてあげてラップをかけ電子レンジで600ワット1分間加熱しますが、ここでのぶてく表面の方を見るとちょっと生地固まりつつあるんですよ。このままね加熱し続けるとガチガチに火が入って中心の部分はまだまだだよってなっちゃうんで、ここでまんべんなく全体的に混ざるようにでさらに加熱していきます。2回目に加熱した生地がこちら。1回目と比べこんなにも変化が、まあ、こんな感じでぐーっと、まあ、このまま冷蔵庫置いといてもいいんですよ、この生地を。でだけど後々例えば作業しやすいようにこういうなんだろう棒状にしといてあげると、うん、そうすると例えばここで包丁でカンカンカンって少しだけ使いたいとか。ではこちらでじゃがもち万能生地の完成です。今回は万能生地を使って韓国料理チヂミを作ります。冷蔵庫に余っている野菜を生地に混ぜしっかり焼いたらあっという間に完成。下國さん、お味は？本来チヂミにもあるなんかもちもち感、本当にじゃがいもを香ばしく焼いたフライドポテトのような香りと、やっぱり米粉なので普通の小麦粉よりももちもちが異次元に違う、いいとこだらけの生地だなって、いや素晴らしいじゃないですか。素晴らしいとか言ってね、皆さんもぜひお試しください。